メリー、それならこれもよかったらなんだけど、晩飯一緒に食べようよ。ごめんなさい、まだ。ったく、いけすかねえ女だぜ、マジで。メリーのことですか？俺とメリーは見習い義勇兵の頃からの仲間でした。ちょうど今のあなた方と同じように。あいつはいつも明るくて元気でよく笑って、怖いもの知らずだったな、あの頃は。でもその勝利は本当に紙一重のものでした。俺たちには分からなかった、おごっていたんです。一瞬のほころびが全てを台無しにしてしまうような、そんな破綻をメリーが事前に防いでいてくれていただけだったんです。だから気がつかなかったんです、メリーに大きな負担をかけていたことに。億円、さらに億円、そして第5層で奴に出くわしたんです。俺たちは逃げるべきでした。その機会もあった。悔やんでも悔やみきれません。それからメリーはパーティーを転々としましたが、いつも長続きはしませんでした。聞こえてくる評判も俺が知るあいつとはかけ離れていた。どうかお願いします、あいつのこと。パーティーをやってればうまくいかないことも、腹が立つことも、喧嘩することだってある。だけどやっぱり大切な仲間なんだ。なんで仲間になったのかよりも、今仲間だってことが大事なんだ。そして俺はメリーも仲間だと思ってる。私一人じゃきっと乗り越えられない。また明日。また明日。